こんにちは。今日は新春らしく紅白の梅とうぐいすを描いていきたいと思います。描く前にぼかし編みで梅の形にシャドウを入れています。これは年賀状にも使った梅の形ですね。それでは描いていきたいと思います。梅の木から描きますね。少しお花を描く部分にスペースを空けておきます。上から描いてもいいんですが、やはり色が少し滲みます。この枝も適当なので、後から少ないなと思ったら足してくださいね。次は赤い梅です。開けていた部分に咲いているお花を描いていきますね。丸を3つで横向きの梅が描き上がります。あとは適当に丸と点々を入れていきます。次に白い梅です。わかりにくい感じですが、後から花芯を入れるとわかりやすくなると思います。次はウグイスです。胴体はシルバーで描きますね。そしておしっぽです。くちばしや目、そして足は黒いボールペンで描いています。梅の花芯を入れますね。今日はゴールドのボールペンです。白の花も花芯が入ると分かりやすいですね。最後に下でもいいんですが、今日は上に落款を押して
梅とウグイスの絵が描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。